名古屋市厚田区西岸寺にある右大将、頼朝公誕生旧地の石踏み。この地で、由良御前が頼朝を出産したとされる。由良御前は、平安時代末期の女性。本名未将、厚田神宮の伝承で由良姫と呼ばれ、系図では、大神局とある。源義朝の性質で、源頼朝の母、厚田大宮寺、藤原富則を父として、終わり国に生まれる。 形図類では、女子の3番目に記載されているが正確な生誕の順序ははっきりとはわからない。当時の厚田大偶治家は、男子は後に、ゴ白河院の北面士となるものが多く、女子には、ゴ白河院母の体験門院や姉の元来内親王に仕える女房が、いるため体験門院やゴ白河院、上西門院に近い立場にあったと思われる。 ゆら御前自身も、上西門院の女房であった可能性が示唆されている。旧安年間頃に、源の義朝と結婚したと推測され、義朝との間に、頼朝、君、某門姫を設ける。方言元年に起きた方言の乱においては、ゆら御前の実家厚田大宮寺家は、義朝の軍勢に兵を送って援護した。また、頼朝は、方言三年。 厚手大宮寺家と縁の深い元子内新郎の立候にあたり、皇后に仕える皇后宮昇進に任命され、翌方言4年2月に元子内新郎がオンライン語を宣言されると頼朝はその蔵人に任命された。同年3月1日、由良午前は死去した。平治の乱の9ヶ月前のことであった。平治の乱では、由良の兄弟である藤原のりは吉友廃止後に、 老いの木々を捉えて朝廷に差し出している。一方、弟の幸ッは、頼朝の伊豆国入るの際に老中を一人派遣し、その後も毎月死者を送っている。文治4年、欧州藤原氏を滅ぼそうと考えていた頼朝は、防母のため五重の塔を造営すること、重役のため殺傷を禁断することを理由に、年内の軍事行動はしないことを表明している。翌文治5年6月9日、 よりともは、鎌倉で防母の追善のため、鶴岡八幡宮に塔を建立し、都から同志を呼んで盛大な供養を行い、後白河院から馬や錦を送られている。ありがとうございます。